今度バギーに小さい頃何があったのかをインスタで出します。他にもウィーブルのすべてとかドフラミンゴのすべてはインスタに投稿されるので、ぜひこちらのアカウントをフォローしてお待ちください。今回なんですけど、ついに謎が明かされそうなシャンクス、現時点でわかる全謎を解明しておきました。どうぞ。シャンクス、五老星と密会してました。海賊なのに天竜人のトップと会って話すなんてありえないんです。五老星曰く、君だから時間を取ったらしい。海軍のトップ戦国も言ってました。お前ならいい赤髪レッドで、フィガーランド家の血筋という言葉も出てきたし、シャンクスはやはり天竜人の息子。それで全部辻褄合うな。なのにシャンクスは西の海の酒を故郷の酒って言ってたんです。出身はウエストブルー。天竜人の子供がなぜウエストブルー生まれ、神である天竜人が西の海で過ごしてるはずないのに、おかしいですよね。しかも彼は完全に海賊、ロジャーの意志を継いでますし、ゴムゴムの実を世界政府から奪ったり D のような立ち回りをしている。ん？じゃあ天竜人じゃないじゃん。シャンクスのイメージ動物はライオンです。天竜人の船の船主はライオンですよね。え、天竜人 D どっち？本当にどちらとも取れる。シャンクスは完全に天竜人と D の二面性を持った立ち回りをしている。だから読者みんなシャンクスって何なん、敵味方って混乱している。シャンクスはフィガーランド家ってみんな言ってる。シャンクスはロックス家ってみんな言ってる。どっちの意見もあるよね。二面性を持ちすぎて双子説すら出てきた。神と神の天敵どちらの要素も持ってますから。天竜人のシャンクスと D のシャンクスがいるんじゃないと。ってことで、まだ誰もたどり着いていない全ての辻褄が合う結論を。 D と世界政府は800年前から争っている。完全に対立してきた D と天竜人、神とその天敵ですよね。800年前からずっと対立してるんですよ、 D と神。一ペアくらい結ばれちゃってそうじゃないですか。そう、駆け落ち。恋はいつでもハリケーンですから。間に生まれてしまった子供が一人くらいいてもおかしくないのでは。この作品でそんな超重要キャラがいるとしたら一人しかいません。シャンクスは天竜人と D のハーフです。もはやこの作品の主人公はシャンクス。天竜人と D の間に生まれているなら、彼の二面性もみんながシャンクス双子って思うのも納得ですよね。ドロップザピザ。ロジャーはシャンクスを拾いました。シャンクスは歌を拾いました。完全に同じ境遇でしたよね。シャンクスはロジャーの船の船員になりました。ウタはシャンクスの船の船員になりました。赤髪海賊団の音楽家って言ってましたね。ここで一つ疑問に思いませんでした？シャンクスは船員でしかないのに、ウタは船員であり娘でもあった。シャンクスはなぜウタを娘と呼んだのでしょう？同じ境遇でシャンクスが歌を娘とするなら、ロジャーもシャンクスを息子と呼んでいるはずですよね。でもその描写は過去に一度もなかったんです。どちらも実質的には親子関係なのに、ロジャーはシャンクスを息子と呼ばなかったのに、シャンクスは歌を娘と呼んでいる。ここにシャンクスの意図や気持ちが含まれてないとおかしいですよね。シャンクスはロジャーの息子になりたかったのでは？これでしっくりきません？つまりロジャーの息子、ロジャーの剣、サーベル・オブ・ロジャーに憧れていたんです。そうなるとロックスの息子、つまりジーベックの剣、サーベル・オブ・ジーベックに憧れていた黒ひげと綺麗な対比になる。赤髪と黒ひげは赤と黒でトランプっぽいですし、ロジャーの息子になりたかったやつ、ロックスの息子になりたかったやつ、完璧な対比になってます。ただこっちに本当のロックスの息子、こっちに本当のロジャーの息子がいるのが面白いです。
それぞれの本当の息子はどちらもオレンジで揃えている。しかもエースとジョーカーで、こちらもトランプの対比になっている。バギーとシャンクスは北極南極で争うし、こっちはこっちでバナロ島の決闘だから、これが本来の四皇なんだと思います。しかしエースが死んだ。そこにエースの意志を継いだルフィが入ってきたんです。もちろんここでもチェリーパイ好き嫌いで言い争いになって対比になっている。バギーとエースは本当の息子であることを嫌がっている。メイクで顔を隠してたり、名前を隠してたり。一方でシャンクスと黒ひげは息子じゃないのに本当の息子になりたがっている。全部しっくりきますよね。四皇がこの4人になった完璧な理由が出来上がる。シャンクスはずっとロジャーの息子になりたかった。ロジャーに息子と呼んでほしかったんです。でも自らの死を悟ったロジャーはシャンクスに伝えました、息子が生まれてくることを。それで泣いていたとしたら、シャンクスは自分が息子と呼ばれなかった分、歌を娘と呼んでいたのも納得ですね。全て辻褄が合うんです。シャンクスがエースを止めてくれと白ひげに直談判に行きましたよね。エースがロジャーの息子だと気づき守ろうとした。ロジャーに息子を頼むと言われてたからじゃないですか。カイドウとの小競り合いを放棄してまで戦争を止めに来たのもね。じゃないとシャンクスが戦争を止めに来た理由もよくわからん。白ひげ海賊団を思い出してください。白ひげは船員の息子と呼びます。シャンクスはロジャーに息子と呼んでほしかった。そうじゃなかったら白ひげが息子呼びするっていう設定なんていらないんです。バギーは小さい頃、海底に沈んだ巨万の富を探してましたよね。そこで悪魔の実を食べてしまい、泳げなくなってその財宝を逃した。そもそも1話を思い出してみれば、海賊は泳いでなんぼ、金槌じゃ海賊にはなれない。1話で泳ぎの練習すると、最後海の中にあるラフテルに行くために一旦泳ぐ必要がある。だからロジャー海賊団で唯一の金槌、バギーだけが高熱を出したのでは。ロジャー能力者じゃないってカイドウ対ルフィで明かされましたよね。レイリーも非能力者だった。3番手のスコッパーギャバンも戦ってるシーンあるけど能力は使ってない。そしてもちろんシャンクスも、レッド見たらわかるでしょ。おでんだって非能力者。ロジャー海賊団能力者がバギーのみなんです。ロジャーが処刑された後、シャンクスはニカが必要だと知り、ゴムゴムの実を手に入れましたよね。手に入れたら普通食べない？食べないのもおかしいですよね。能力者になっては困ると知っていたから食べなかったのでは。だとしたら他の四皇の皆さんはラフテルにたどり着いてもワンピースを手にできない。だからシャンクスはニカがラフテルに到達した時に横取りする、取りに行こうがシャンクスだけ奪うになってたのも納得。シャンクスは泳ぐ必要があることを知っている。ゆえに赤髪海賊団は四皇にもかかわらず誰一人能力者じゃない。対して全員能力者の黒ひげ海賊団、彼らはワンピースにはたどり着けないわけですね。Dは神の天敵って言われてるけど、本物の神は D 側なのでは。かつて本物の神だったからこそ偽物の神にとって天敵。空島を思い出してください。これも偽物の神が神を名乗っていて、本物の神が神の天敵とされていたわけですよね。ワンピースって今まで全部そうなんです。偽物が本物から地位を奪って本物のふりをする、トップの座を奪ってアラバスタを支配、トップの座を奪ってドレスローザを支配、
トップの座を奪って空島を支配とかまだありますけど、こんな感じ。つまり D って本当はトップにいた神だったのに、偽物の神に地位を奪われた。ワンピース、いろんな宗教の要素が詰まってるって話ずっとしてきましたけど、昔からの宗教あるあるってのがあって、神が世界を作ったことにしている、神が世界を作ったんじゃなくて神が世界を作ったことにしている、世界の創造主として神がいるんです。だからみんなそれを信じて特別扱いしたり天上金を納めてる。でも後からバレる、あの神が世界を創造したわけじゃないじゃんってね。 D 側が本物の神だったのなら、これがちゃんと当てはまりますよね。天竜人の先祖が800年前に世界を創造したと言われているけど、嘘。本当の創造主は D。 ちなみに歴史上宗教においてこういった嘘は科学によってバレるんです。だから最終章でエッグヘッドなんでしょう。つまり D とは本当の世界の創造主。もっと解像度を上げると、ジョイボーイプラスこの神に仕えた9人が世界の創造主 D。 今ワンピースの世界にいる D の子孫たちはみんな名前に D が入っているため、血のつながりがあると思われてそうですが、ここに血のつながりはないと思います。皆さん思いませんでした？ルフィと黒ひげ、同じ D なのになんでこんなに真逆なの？ゴールディ・ロジャーとロックス・ D ・ジーベックも。ワンピースって血縁関係なしの家族の描かれ方が異常なんです。ルフィのように育ての親と血がつながってないというパターンが多すぎる。ナミもサンジもみんな、チョッパーもフランキーもそうだし、なのにやたらそこの関係性描くのがね、白ひげがまさにね、実の親子じゃない親子関係強く描きすぎじゃない？血のつながりは関係ない。血縁関係よりも強いつながりを持っていた D、 ジョイボーイから授かる仲なと。 D の間には血縁関係なし、だからサディーボって簡単にあげちゃってた。まさにこんな感じ。このように D という名をジョイボーイからもらった9人の世界を創造し英雄、モンキー家から D をもらった9家だと、一応今のところ全ての辻褄が合います。9人である理由は？いや、これ絶対9人なんですよ。確認しに行きますか？ドロップザピザ。偽物の神側、世界政府に神の騎士団、これが9人。本物の神側、こっち側の騎士団も9人いると全部辻褄合うんです。トップに仕える人の人数は9人で決まりなんでしょ？詮索するな、答え合せぬ。神の騎士団とはイム様、竜が従える9人。竜が従える9人といえば、赤鞘九人男、ドロピザが小田先生だったら7人の侍にしちゃうんです。なんで9人にしたの？普通7人の侍ですよね。今 D はモンキー家の他にオートガス家、マーシャル家、トラファルガー家、ロックス家、ハグワール家、ゴール家、そしてネフェルタリ家。リリー。私ですか？私リリーじゃないです。リリーじゃないのか。以上7種が登場、残り2種、残りの2種が何家かはまた別の回で。ムーニョすぐ教えて。神の騎士団、赤鞘九人男だけじゃなくて CP9、 政府に使える暗躍諜報機関も9人、ゾロの九刀流、亡者の戯れ、9人の亡者を笑わしてたり、そもそも麦わらの一味も9人ですからね。だから一味はもう増えん。シャンクスのところの幹部も9人、黒ひげに仕えてるのも9人、君主を守る9人、
わざわざ壮大に描かれたのが光月なんです。光月こそが D のセルフオマージュになると思います。9つの影が夜明けに導く、20年後に。これもわざわざ20年にしている。20人の王が世界を作ったという嘘。20という数字は重要。20人の王が世界の創造主。これは今後ひっくり返る嘘です。嘘800ですから。光月、これを守る9人。ジョイボーイ、これを守る9人というセルフオマージュ。月と太陽、それぞれ君主を守る9人の衛兵ですよね。そう。太陽の神を守る9人は敗れた。そして偽物の神に地位を奪われた。ってなるとやはりこれ光月と全く一緒。月の君主オデンを守る9人は敗れた。そして偽物の神オロチに地位を奪われた。やはり偽物が本物から地位を奪って本物のふりをする。君主は踊った。九といえば蛇神なんですよ。ドフラミンゴを倒した技キングコングガン。キングコングガンを王から神にスケールアップしたのがバジラングガンなんです。じゃあ片栗倒した技はゴムゴムのキングコブラ。はい、こちらも王が入っているんです。ドフラミンゴを倒した技、カタクリを倒した技、この両方を王から神にスケールアップして、ルフィの最終必殺技はおそらくゴムゴムのヘビ神、ゴムゴムのナーガラージャヘビ神。これもやはり9つの頭を持つ。これでイム様を退治。空島の神も蛇だったし、空島でもちゃんと本当の君主から偽物の君主が地位を奪ってたわけです。アラバスタもドレスローザもって言ったけど、本物の君主が偽物の君主に地位を奪われる。魔の国もそう。本当にこの作品はそういうの。ルナーリアもレッドラインにいた神々なのに偽物の神々に奪われた。だからネロナ家のあなた、偽物の神なんですよ。マザーフレームを使いたい。ジョイボーイと9人の世界を創造し英雄たちはどのように地位を奪われたのか。ズバリウイスキーピークが伏線。前半の海と後半の海は対応しています。未だ描かれず本当に最後まで残されているのがこれ。しかもグランドラインの一番最初。なんで描いたか今のところわからないウイスキーピーク。ルフィたちがみんな宴で潰されて横取りを狙う人々。セルフオマージュせずに最後まで取っておいてるこの冒険こそが最後回収されるのではと思っています。そう、 D は世界を創造した英雄たちなのに酒で潰されて横取りされた。本当に？ジョイボーイと9人の世界の創造主は20人の王たちに潰されて手柄を奪われた。宴こそがこの作品最大の伏線では。踊ってますよね。前夜祭、宴の酒でやられたんですよ。この作品でよく登場しますよね、酒だる。ルフィの登場シーン、グランドラインに入るとき酒に注意、酒で騙される、ウイスキーピーク。
ルフィは20人前の飯を食った。サンジは20人の女を口説いた。しかもここの舞台はメキシコ。ワンピースにおいて人に忘れられなければ死なない、これはメキシコの文化なんです。ルフィたちも酒だるで騙されたシーンありました。酒で騙されて月光と墓標のもとへ。ウイスキーピークの回、サブタイトルがこちら、月光と墓標。ちゃんとグランドラインの最初と最後になってる。1話から600話、601話から1200話になってるであろうワンピース。1話と601話が対応してるから、600話と1200話が対応することも想像できる。じゃあ599話も見てみますか。寝てる間にご馳走を奪われちゃうルフィだそうです。最終回の一つ前に対応するわけですが、サブタイトルは9人の海賊。ジョイボーイたちは酒で潰された。だからルフィたちも同じ目に遭うと思いきや、ルフィが最初に仲間にしたやつはめちゃくちゃ酒強い。そしてナミも酒強くて潰れたふりしてただけ。ルフィの場合は酒強いやつを最初に仲間にしていたから800年前と違って助かった。それでグランドラインの航海がスタートするんです。てか作中に登場する船長は全員酒好きなのに、ルフィは酒好きじゃねえって言ってる。酒で潰されない3人なわけです。 D は宴を狙われた。対応する光月は逆に宴を狙った。綺麗ですよね。それがスナッチ。これも回収できる。ってことで D とは仲間の印だったわけですが、ワンピース最重要なのはやっぱアラバスタでしたよね。アラバスタの面々もやはりウイスキーピークにて初登場するわけです。ビビと組んでいたのはミスターナインという王、偽物の王だったわけですよ。王じゃないのに王のふりしてるやつ、王なのに王じゃないふりしてるやつ。 D は仲間の印ですよ。何か気づきませんか。 D は隠し名だった。こっそりお互い伝え合う仲間の印だから、イム様はネフェルタリ・ディと聞いてブチギレてコブラを殺害した。ネフェルタリは唯一下界に残った異端者、つまり彼らは D なのに王族側として立ち回っていた。 D なのに王族側として立ち回っていたネフェルタリ・ディ・リリー、これ何かに似てませんか。海賊なのに無関係な王女のふりをしている。やはり D とは仲間の印なんです。これ何に見えますか。シャンクスの船にそっくりですよね。でもシャンクスの船じゃないんです。ドリーとブロギー、ルフィに向かって太陽の神ってニカのことを知ってました。それもそのはず、巨人と神は実は最初から結びつけられてました。本当にずっとです。恐ろしいほどに。ドリーとブロギーが初めて出てきた時、酒を飲んでるんですけど、神の味がしたとエルバフの神の審判を受ける。ルフィの傘下に入った巨人も必殺技の時に飛べ神々の国まで。巨人の国エルバフでも神に祈りを捧げてました。何の神？太陽の神なんです。だって巨人と太陽はセットですから、巨人は太陽に近いんです。彼の船もこんな感じ。巨人の国エルバフで太陽が生まれたりね。覚えてますか？巨人の国では冬至祭が行われていた。太陽の死と復活の祭りです。
苦しい冬を越え、また太陽は私たちを暖かく照らしてくれる。ん？魚人同様、巨人も太陽を求めてる？魚人たちは太陽の光を浴びれないから太陽を求める設定なのはわかる。なんで巨人も太陽を求める設定にした？この二人の喧嘩の発端を覚えてますか？この女の子です、ユキ。なんで名前ユキにした？実は重要なんです。小田先生はどのキャラの名前にもこだわってますよね。いや、リトルガーデンに行くときにね、ルフィはずっと雪降らねえかなって不自然に言ってて、ドリー・ブロギーの家は恐竜の死体、恐竜は氷河期が来て絶滅したと言われています。そう、巨人はいつも凍るんです。彼ら寿命長くてずっと前から生きてるし、凍って昔たくさん死んでるっぽいんですよ。太陽の神が死んだからでは？魚人同様、巨人も太陽を求めてる一族。太陽の神復活を待っていた。雪、巨人、氷なわけですけど、氷、雪といえば北欧ですよね。北欧、ノルウェーやスウェーデンです。北欧はノルウェーとスウェーデンらへんね。 OK。 巨人族はちゃんと北欧周りで構成されています。リトルガーデン、ランスオーメドっていう世界遺産です。ランスオーメド、そうで、ランスオーメドってのはカナダにあるんだけど、うん、なんかノルウェーの世界遺産ってわけじゃないんだけど、まあ、ノルウェーのもの、うん、ものっていうか、ノルウェー由来っていうか、まあ、なんかね、昔ノルウェーにバイキングっていう人たちがいたんだよ、うん、そのバイキングっていう人たちがもう完全にドリーとブロギーと一致してて、うん、このノルウェーのバイキングっていう人たちは寒いからって言ってカナダにこう移っていったの、うん、で、そのカナダでバイキングって人たちが過ごしていた場所がランスオーメド、うん、彼らがね、泊まりしていたのがロングハウスっていうんだけど、うん、これがもうドリーとブロギーの住んでた恐竜の頭と全く同じ。リトルガーデンを出るときに金魚がいるからって言って進めないみたいな設定で、うん、最後そのドリーとブロギーがあの破国で進めるようにしてくれるみたいなくだりがあるんだけど、うん、実際にこのランスオーメドのところってすごい北にあるから氷山がやばくて船が本当になかなか進めなくて、うん、タイタニックもここで沈没してるんだ、その設定ちゃんと撮ってるんじゃないかなっていう、うん、あとあのエルバフがさ、うん、まだ全然描かれてないけどちょっと描かれてるシーンがあって、うん、そのエルバフのシーンで出てくる建物はちゃんとノルウェーにあるバイキングの村かな、多分バイキングの村と全く同じ建物にしてるから、いや小田先生すごいなと思って。ドリーとブロギーがいたところが、うん、ランスオーメドっていう世界遺産で、これがノルウェーにありますと、うん、つまり北欧だよねっていう、ノルウェーにあるわけじゃないな、カナダの方にあるんだけど実質ノルウェーの世界遺産だから、うん、ノルウェーのものみたいな、ノルウェー由来でだから北欧につながりますよっていうのがまずありますよねと、うん、だからもう巨人イコールノルウェーって言いそう、うん、でドリーとブロギーの船がグレートエイリーク号って言うんだけど、うん、エイリークっていうのがノルウェーの北欧の名前なんだよ。だ全部ノルウェーで繋がってるじゃない、うん、ってことを考えると、今後もし、まあ、エルバフに行くとか、うん、エルバフが何か関係するってなった時に、うん、間違いなくノルウェーとか北欧ら辺が舞台にはなってくるよねっていうのが、うん、まあ、この船の名前からも、ね、読み取れるっていうか、このように巨人イコール北欧、巨人の国エルバフにいた怪我した子エイリ君、エイリークからでしょう。植生を見てもちゃんと北欧らしく針葉樹林、オサである彼らはグレートマグニ号に乗ってますが、マグニも北欧の伝説からです。ルフィの元に着いた彼、必殺技はグングニル、乗ってる船はナグルファル、どちらも北欧神話から。彼の好物のミートボールは北欧スウェーデンの名物ですし、ビッグマムがエルバフで癇癪を起こすきっかけとなったセムラ、これも北欧スウェーデンのお菓子。エルバフの王子ロキも北欧神話からロキ、まあ巨人がバイキングである時点で北欧で確定なんですけどね。このように巨人族のすべてを北欧から作り上げている。寒いから氷、雪の彼らも太陽を求める一族である。太陽を求める巨人たち、太陽の神に祈るのも納得ですね。太陽崇拝の種族、最近新しいのも出てきましたよね。太陽崇拝のバッカニア族、彼らに巨人族の血が入ってるのも納得。しかもソルベ、氷って意味ですよ。ニカになったルフィ、どうせ死んだら骨だけだって言ってましたよね。これは重要な思想って話しましたが、ドリーとブロギーも同じことを言ってたんです。
だから太陽崇拝のドリーとブロギー、太陽の神に会いに来たわけですが、太陽の神に会いたそうな人もう一人いますよね。シャンクス。ドリーとブロギーはシャンクスのとこにいたんです。そもそもドリーとブロギー、なんで決闘をやめた？二人は100年以上決闘をし続けてたのに。おそらくシャンクスが関わってるからかと。シャンクスは朝廷の神、覚えてますか？シャンクスのモデルは片腕をなくした朝廷の神、北欧神話のテュールって話。ほら北欧。皆さんこれ何に見えますか？シャンクスの船にそっくりですよね。これシャンクスの船じゃないです。小さなバイキングビッケの船なんです。ん？バイキング？そう、小田先生がインタビューでおっしゃってました。ワンピースを作り上げる原点となった作品だと。小さい頃にずっと見てたらしいです、小さなバイキングビッケ。だからこの船からシャンクスの船を作り上げましたよね。こんな感じです、小さなバイキングビッケ。ビッケくんが巨人たちを連れて海を冒険する物語。そりゃシャンクスくんは巨人たちと共に行動するわけだ。巨人は太陽と近いからって帽子をかぶせられてた。シャンクスも帽子をかぶせたキャラですよね。巨人たちを連れるビッケくんは赤髪で、巨人たちはめっちゃバカ。ワンピースでも巨人はバカでいつも騙されている。不自然なほどにバカ。小さなバイキングビッケの巨人たちはバカな代わりに腕力がすごいって特徴を持ってるんです。ニカの特徴も謎の腕力。ほら、あからさまに腕が太い、足こんな細いのに。小さなバイキングビッケから知能の低さという特徴をしっかり採用したんだし、腕力も採用しますよね。シャンクスは老い元カーシーも連れてました。ビッケが連れてたスノーレとチューレにそっくり。ドリーとブロギーの家は北欧の世界遺産ランスオーメドをモデルにしてるのに、わざわざ恐竜の骨に形を変えられてましたよね。恐竜の骨、最近どこかで見ませんでした？そう、キッドの船なんです。で、やはり赤髪にやられた。ちゃんとその船を赤髪に壊された。最初からドリー・ブロギーを絡める気満々。巨人といえばウソップ。太陽の神を求める赤髪と巨人が最初からセットだから、ヤソップを赤髪の船に乗せてるんです。ワンピースとディズニーランドの関係もご存知ですよね。小田先生のアトリエにはアトラクションカリブの海賊のポスターがありましたが、カリブの海賊とワンピースにはたくさんの共通点がありましたね。そして It's a small world、世界中の種族が集まる小さな世界、ビッグマムの夢のようでした。あとホーンテッドマンションがスリラーバークとかみたいなね。最後まで残してあるアトラクション、何があるって言ったか覚えてますか？三大マウンテン、スプラッシュマウンテン、ビッグサンダーマウンテン、スペースマウンテンってやつです。エッグヘッドがスペースマウンテン、トゥモローランドって話しましたよね、この前。そして残されてるのがビッグサンダーマウンテンなんです。ウエスタンランドにあるビッグサンダーマウンテン、これがウエストブルーのゴッドバレーのモデルだと思います。ビッグサンダーはアメリカの西部を開拓するお話。西への開拓ですよ。天竜人が開拓する地として選んでるんです、ゴッドバレー。そして西の海、ビッグサンダーマウンテン、なぜここが開拓されたか知ってますか？資源が豊富だったから。資源を採掘するための爆発音、これが大きな雷のようだったからビッグサンダーと名付けられるほどに資源が豊かだったんです。
この時代のアメリカ西部、西部といえばガンマンじゃないですか。まさに西部劇の時代です。三歩歩いてバンってやつ。ワンピース書く前にも小田先生は書いてる。ゴッドバレーではロジャーとロックスが戦いました。それぞれの剣はバナロ島。西部劇の戦いにしてるんです。資源が豊富って言いましたが、ロックスは金儲け海賊団なので、このゴッドバレーを狙ったのも納得です。ビッグサンダーマウンテンも金儲けのための採掘の話なので。金儲けのロックス、今回の扉絵でバギーの花がもげることが判明しました。やはり大物海賊の息子だから素顔を隠してるのではないでしょうか。バギーの好物ホットドッグ、アメリカの国民食にしてますしね。ディズニー好きな人はわかると思うんですけど、ビッグサンダーマウンテンとスプラッシュマウンテン少し似てるんですよ。すぐ隣にあるし。もしかしたらゴッドバレーにはスプラッシュマウンテンの要素も乗っけてるかもしれません。スプラッシュマウンテンといえば奴隷差別問題、ゴッドバレーでの人間狩り、そしてウサギを追いかけるアトラクションですよね。ゴッドバレーではラビットを追いかける競技が行われています。ワノ国で奴隷たちが競技をしていたところもうどんでしたね。ゴッドバレー、ゴッドバレーって神の踊りとかけてる？地獄にて救いに現れた神はどうやらオカマですね。インペルダウンでも地獄にオカマ、ゴッドバレー。太陽の神はいつも踊ってるらしく、笑いながらやってくる。楽しく踊って笑ってしまう。この笑いこそがワンピースの正体につながると思っています。ワンピースイコール笑いです。ワンピース、地獄にはいつも神や仏がいますよね。地獄に仏、地獄に現れる神や仏は笑いで人を助けてくれるんです。仏の安い家、笑ってましたよね。日和言ってました。地獄以外の何なんですか。ここも地獄だったんです。この地獄でもやはり笑いがポイント。スマイル、笑った顔のことをエビス顔って言いますよね。だからここをエビス調にしたんですよね。地獄では笑う、ここが地獄じゃあるめえし、お前が死にそうな顔すんなよ。ルフィは神です。神や仏的な存在は地獄で笑ってくれるんです。太陽の波も拾われた時笑ってくれてました。この笑いでみんなが救われるんです。ワンピースにはというかこの世には救いの神と支配の神がいます。今言ったのはみんな救いの神たちです。笑いで解放してくれる。エネルやドフラミンゴ、彼らは人々を恐怖で統治する神。天竜人と同じことしてるアーロンなんかもそうですよね。恐怖で縛って神として君臨するのか、笑いで救って神として崇められるのか。空島編は神とは何かを解説する章。神とは何か、ちゃんと説明がありました。人の生きるこの世界に神などおらぬ。これは前者の否定です。神とは支えだ。これは後者の肯定です。ワンピースにおいて神や仏とは笑いで救うこと、笑いなんです。ワンピースはイーストブルー編とグランドライン編に分かれてますが、イーストブルー編最大の敵を倒した時、トップに君臨する神を下へと落としました。この時の最後がこちら。人々は笑うために生きたんです。ワンピースの公式ファンブックに1000人以上のキャラの情報が載ってるんですけど、全員の身長、誕生日、あと血液型、好物、
あと全員の何が乗ってると思いますか？笑い方。この作品みんな笑い方が特徴的ですよね。グララララ、ゼハハハ、ギギャギャギャ、ヤハハハ、ガババババとか。ラフテルも笑い話。辛い時に笑って気持ちを晴らすから、ルフィは太陽の神ミカ。きつい時ほど笑っとけ。あの人も教えてくれたんですよ、苦しい時には笑うんだで。ミコ、ロビンに。クマのお父さん言ってました、ミカはいつでも笑ってるんだ。こんなリズムで人を笑わせる。だから各章の最後必ず宴で終わるんです。